山本周五郎著。過剰期。朗読七味春五郎。一。はじめ四十郎は同じことを繰り返すだけであった。繁華の大事について申し上げたいことがあるから、との直じ々きじきにお目通りが願いたい。というのである。吉井中太夫は拒んだ。 中大夫は三十八歳の故障頭であるが、相手に何か特権があるとは思いもよらなかったので、順序を踏まずに越を越うのは差し越し願いであると咎め、また、与十郎が許しもなく届けもせずに帰国したのは家宝に反すると責めた。すると与十郎は懐から墨付きを出して中大夫に示した。これは両学院様のお墨付きである。 よじゅうろは言った。わが家条家は、萌えきである代わりに、永代、ご意見役を仰せつけられ、必要な場合は、いつでも、とのじきじきに、お目通りを願うことができる。これがその、お許しの墨付きである。よしい中大夫は、驚いて立っていった。そして、およそ四半時も立ったと思われる頃、中島盾が入ってきた。盾は、 四十一歳の蕎麦用人で、入ってくるなり、殿は、長唱亭におられるから自分が案内をしよう、と言った。四十郎は墨付きをしまって立ち、盾木の後について行った。高野間の杉戸口から庭へ降り、職業役所の建物を回って、まっすぐに笠木塀まで行った。その軌道を抜けると中庭であるが、軌道を入ったところに二人の若侍が待っていて、 余重牢の後ろへ護衛のように着いた。上昇艇は奥庭にあるが、きは戦地の手前を右へ曲がり、植え込みを横切って松林の中へ入っていった。そこには、藩主だけの使う鉄砲的場があり、的場が行き止まりで、奥庭に通ずる道はない。余重牢は13年前までずっと国詰めだったから、そのことはよく知っていた。これは違う。 余十郎は立ち止まった。これではお国はへは行けない。殿は長生邸におられるのではないかきは不明瞭に、こちらの方が近道である。というようなことを言いながら、振り向きもせずに歩いていった。余十郎は、剣を感じた。それまでは自分の身に危害が加えられようなどとは全く思わなかったのであるが、足早に歩いてゆくきの背中を見たとき、 これは危ないということを直覚し、戻ろうとして振り返った。すると、後ろについていた若侍の一人が異様な声を上げて、抜き打ちに切りかかった。よせと、もう一人が叫んだ。よせ、平川四十郎は飛びし去って、脇差しを抜こうとした。刀は無論、刀侍に置いてきたので、脇差しを抜こうとしたが、恋口が固か,かった。 そこへ相手が踏み込んできた。四十郎は体をかわし、左の肩を切らせながら一転して、ようやく抜いた脇差しを力いっぱいに振った。手応えがあり、相手の悲鳴が聞こえた。動くな平川、じっとしていろ。と、残った若侍が叫んだ。これは俺の役だ。そして、静かに刀を抜いた。何のためだと、四十郎が叫んだ。どうして俺を切る 理由は何だ相手は黙って、大股にこっちへ来た。四十郎は両手で脇差しの塚を握ろうとしたが、左の腕は痺れていて動かなかった。四十郎が叫んだ。命じたのは誰だ相手は上段から打ち下ろした。四十郎は受け止めたが、脇差しは切羽のところで折れ、額に切り込まれて前へよろめいた。相手は刀を返し、片手突きで、 四重狼の胸を刺し、すぐにぐっと引き抜いた。よほど力があり、腕も立つのだろう。突き刺したとき、刀の切っ先が四重狼の背中へ二寸余りも出るのが見えた。四重狼は、前のめりに倒れ、一度起き上がろうとしたが、わずかに顔を上げただけですぐにまた地面へうつぶしてしまった。何のために 余重郎が言った。だが、それは、低いつぶやきのようで、相手の耳には、聞き取れないようであった。二。家政義郎は、孔明館の憲法道場から呼び出され、比例島の一室に監禁された。その時、彼は石岡伝十郎と野口吉兵衛に勝ち抜き、 原田玄介と勝負をするところであった。原田は井上角兵衛と王の目途に勝ち抜いており、吉郎との勝負で第一位が決定するのだが、三年続けて原田が第一位を占めてきたから、吉郎としてはぜひともこの勝負をものにしたかったのである。その支度をしているところを呼び出された。機械所で待っていたのは泉大蔵という目付役の者ので、 これからすぐに、ひれ島まで同行してくれと言い、吉郎が訳を話したが、泉は冷淡に首を振った。一年一度の大事な試合で、それは知らないものはないはずだ、と吉郎が言った。せめて、勝負の寸まで待ってもらえないのか。泉はまた首を振り、自分には、そういう親略をする自由はない、と答えた。一体、どういう理由なんだ行うけはわかるでしょう。 泉は言った。私は命じられてきただけで、理由は何も知りません。吉郎は道場へ引っ返し、審判役に訳を話した上、しばらく待ってくれるようにと頼み、稽古着のまま、公明館を出た。泉はその格好を見て妙な顔をしたが、別に何とも言わなかった。ひれ五郎兵衛は、九百国余りの年寄り役肝入りで、住居は部庫の脇。 横手に大きな絵の木が枝を張っている。それはこの中屋敷の目印になるくらい高く、目通りで幹の太さが15尺以上あり、今ちょうど前肢にみずみずしく若葉が芽吹いているところであった。泉は先に立って玄関の左にある俺と入った。そこには秀島の菓子が二人待っていて、吉郎を受け取り、泉はすぐに去ってい 歌私たちも、吉郎の姿を、いぶかしげに眺めたが、そのまま裏庭を回って行き、火の当たらない北向きの縁側から、暗くて小さな座敷へ案内した。吉郎は彼らにも事情を話し、すぐに道場へ戻らなければならない、ということを説明した。私たちは目を見かわし、それから渡辺という中年の歌詞が、なだめるように。 どうなるか、私どもにはわかりませんが、とにかくその格好では困りますね。使いをやりますが、着物やお刺し料は高名間ですかそうだ。と、吉郎は頷いた。しかし、そんなものを取ってくる必要があるのかあるようですね。と、渡辺が答えた。そんな暇はないということを繰り返したが、彼らは相手にならず、渡辺がそこに残り、 他の一人は出て行った。吉郎は込み上げてくる怒りを抑えながら、これは一体どうしたことなのかと開き直って聞いた。渡辺は何も知らないと言い,い、だが試合のことは諦める方がいいと暗示した。吉郎は腹立たしさとともに、ふと一種の不安を感じ、腕組みをして黙った。ことによると、あれだな。彼は、 心の中で思った。そうだ。きっと、父の問題だ。二日余り前に、父の四十郎が国元へ行った。藩主の張間の神、直春に会うということだったが、そこで何か間違いでも起こったのだろう。その他に考えようはない、と彼は思った。やがて、着物が届いた。しかし、刀がないので、 どうしたのかと聞くと、刀は預かっておくという。吉郎はたまりかねて、そんな無法なことがあるかと言った。刀を取り上げるというのは、在価のある人間に対してすることだ。私が何をした静かにしてください。と、渡辺が言った。私どもは、そうしろと命じられたからするだけです。まもなく事情がわかるでしょう。どうかそれまで騒がないでください。吉郎は着替えをした。 勝ち抜きの後で一度汗は吹いたのだが、稽古着の汗臭さが肌に染みついたようで気持ちが悪かった。袴を履き終わってから脱いだものをまとめると、渡辺が受け取って廊下へ出し、襖を閉めてまた座った。吉郎はそれを見て、監視だな、と気づき、これはことによると厄介なことになるぞ、と思った。 こんなに待たせるなら、と、しばらくして、義郎が言った。試合をする時間は十分にあった。今頃は、もう住んでいたはずだ。渡辺は黙って、自分の袴のひだを撫でていた。時間はゆっくりと立ち、座敷の中が暗くなった。野原という若い歌詞が来て座り、渡辺が立って行った。義郎は、もう何も言わず、座りくたびれたので横になった。 何事が起こり、自分の身がどうなるのか。全く見当もつかないし、見当のつけようもない。まるで化かされたような気持ちだ。と、彼は肘枕をしながら思った。安闘が運ばれてから、急に空腹を感じた。どこかから魚を焼く匂いが漂ってくるようで、口の中が生唾でいっぱいになりそうだった。義郎は沖縄に、まさか、 食事の催促もできないから、茶を一杯欲しいと言った。若い歌詞は、吉郎をじろっと見たが、何も言わず、立ち上がる気配も見せなかった。ここへ来てっから、口物出していないんだ、と吉郎が言った。茶ぐらいもらえないのか。しかし、野原は黙って、そっぽを見ていた。一杯の麦飯と、菜の汁と、甲の物の,の夕食が運ばれた。 飯はほとんど麦ばかりだし、汁は冷たかったし、香のものは古漬けの大根が見切れだった。吉郎は箸をつけただけでやめた。別に口が動ごっているわけではなく、その食事がまるで罪人に与えるために作られているように感じられたからである。彼が箸を置くと、その食前はすぐに運び去られた。これはひどい。これはひどいぞ。 尋常なことではないぞ。原因は、父のことにそういない。国元へ立つとき、殿に申し上げることがある。と、父は言っていた。彼は気にも留めなかった。それは少年時代からのことで、父と彼とは気が合わない。特に近頃は話もろくにしたことがないので、そうですか、と聞き流し、そのまま忘れていたくらいであった。 殿に申し上げることというのは、還元の意味だろう。過剰家は、英体意見役という妙な役を持っている。おそらく、その役を果たしに行ったのだろうが、自分までがこんな扱いを受けるというのがわからない。父は、一体何をしたのかそうだ。と、吉郎は、不意に顔を上げた。母はどうしているだろう。自分がこんなことになったとすると、 はや妹の身にも何かあったのではないか。彼は壁を見つめながら強く歯を食いしばった。その夜はそのまま寝た。薄いヤグが2枚だけで寝巻きもない。もう寒くはなかったが、来たまま寝るなどということは初めてだし、興奮が静まらないので、いつまでも眠れなかった。隣の小部屋に二人、不審番がいて、 ときどき茶をすすったり、低い声でささやきあったりするのが聞こえた。あくる朝、まだほのぐらい時刻に、彼は呼び起こされ、着物を直し、袴をはいただけで、顔も洗わずに、表座敷へ連れて行かれた。そして、彼が座るとすぐに、目付役の沼田八十郎と、この家の主、比例島五郎兵衛が入ってき、沼田が神沢。 島が脇の座に着いた。2人とも朝上下で座に着くとすぐ沼田が「上位!」と言った3吉郎は平腹して聞いた聞いているうちに頭へ血が上り目の前にある畳が揺れ動くように感じた「本当かやったのか」 本当にやったのか、と、彼は心の中で思った。沼田の読み上げた上位書を要約すると、国元へ帰った父の与十郎は、去る3月22日途上、有馬の神に面圧を強要し、故障頭が取り次ぎに立った後、突然刀を抜いて、馬回りの者に切りかかった。人が集まり、取り沈めようとしたが、刀を振り回して暴れ、 奥殿へ駆け込もうとするのを五条口で取り詰めたが、なお手向かいをするため、やむなくそこで切ってしまった。与十郎は即死。家中の者に負傷者が三人出た。家上家は両学院様から格別の住みつきをいただいていることではあるが、無届けで帰国したこと、上中で人情に及んだことは、仮に乱心の上だとしても滞在である。従って、 長男の吉郎は佐田のあるまで、秀島五郎兵に銃を預け、妻のさなえ、娘静の両名は、居宅禁止を命ずる。ということであった。読み終わった沼田は上位賞を裏返し、両手で掲げて吉郎に示した。吉郎はそこに、江戸家老の岸岡大前をはじめ、老職たちの伝承を認めた。念のため、お願いですが。 義郎は手をついたままで言った父が上中で乱心し人情に及んだという前後のことをもう少し詳しく伺えませんでしょうか沼田は秀島五郎兵衛を見た秀島が義郎に反問した何か不審でもあるのか不審というわけではございませんがそのような場合に理由もなく乱心したということが父の性質として 納得できないように思われるのです。わかっているのは、今読み聞かせた事実と、殿が大層ご立腹であるということだけだ。と、ヒレジマが答えた。いずれ正式に、お汰の出る時が来たら、詳しいことがわかるかもしれぬ。わかったら、申し聞かせることにしよう。吉郎は、手当した。元の部屋へ下げられ、 そこで、監禁生活が始まった。子供と下帯だけは届いたが、着替えは許されなかったらしい。狭くて暗い風通しの悪い部屋だったし、4月といえばもう初夏のことで、3日も経つと、来ているものが汗臭くなった。朝、一度洗面をするだけで、風呂を使わせてくれる様子はない。やむなく洗面の時に肌を拭くのだが、水では、 汗もさっぱりと拭き取れないばかりか、かえって跡がべとつくように感じられた。食事は朝晩の二度。どす黒い、ボソボソの麦飯に、なじる。古漬けの香のものと決まっており、それがいつも冷たかった。飯も汁も、すっかり冷えるのを待っていて持ってくるとしか思えないし、汁は味が薄く、ほとんど塩気がないようであった。 まったく、罪人の扱いだ。と食事のために彼はつぶやいた。正式の沙汰もないうちにこんな扱いをするという方があるだろうか。これで、体がまいてしまうぞ。だが、悲しいことに、吉郎はやがて、そのまずい食事をきれいに片付けるようになった。いつかばかり立って気持ちが落ち着いてくると彼は初めて 父のことを考えた。彼は少年時代から父が嫌いで、一頃自分はもらわれてきた子に違いない、と固く信じたくらいであった。どうしてそんなに嫌いなのか自分でもわからない。おそらく性が合わないというのであろうが、思い当たる直接の理由が一つだけあった。それは、過剰家の永代意見役という妙な役目に関するもので、 彼は十歳の時にそのことの起こりを聞かされ、それについて過剰家の長男の守るべき心得を厳しく悟された時、子供心にもその窮屈さと負担の重さとに気がめいったものであった。原因はごく単純なもので、祖父の四十郎和俊という人が先々代の藩主に共感したことによる。 今、両学院と呼ばれているその藩主は、匠の神、直発といい、5年前に80歳の高齢で死んだが、頭の良い精力的な人で、政治の上で多くの功績を残している。けれども、若い頃は、その頭の良さと、精悍な気象とで、日常の生活は、随分わがままであり、放らだった。過剰は国詰めで、四十郎三つ年は、 故障頭を務めていたが、前後十数回繰り返してナウハツに直感し、ついには目の前で腹を切った。ナウハツが飛びかかって抑え、危うく死なずに済んだが、それからナウハツの素行が収まった。ナウハツが38歳、ミスト氏が28歳の時だったという。同時にナウハツはミスト氏を故障頭から解き、 代意見役という墨付きを与えた上代々その役を守るように命じた「本家の大事について申すべきことがある場合には命にかけて申し上げなければならない」と父の四十郎は幼い彼に言った「過剰はそういう家柄であるしその役目を守るためには平成の覚悟が大切である」「中でも周囲のものと 心素の関わりを持つということを厳重に慎まなければならない。人と親しい関係ができると公平な判断がつかなくなるし、市場に惹かれて決断が鈍るからである。決して、親しい友達を作るな。心素の別で人と付き合ってはいけないということを父は繰り返していった。その当時彼には特に 親しい友達が一人いた。五百国ばかりの番頭の子で、松を新六といい、年は吉郎より二つ上であった。顔立ちもキリッとしているし、頭のすごく切れる、いわば秀才型の少年だったが、いたずらにかけても人に負けず、驚くほど巧みな基地を振るって、子供たちを引き回した。そのおかげで吉郎は、 随分い,いろいろな遊びを覚えたものだし、心録のいない生活というものは考えられなかった。それは無論、父も知っていることだろうと思ったので、吉郎はおそるおそる聞いてみた。お前は、私の言うことを聞いていなかったのかと、父は反問した。そういう時の父の声や目つきは、非常そのものであった。吉郎はうつむきながら、 聞いていてましたたと答えたそれなら模様な質問はするなと父は言った義郎は親睦から離れた10歳の少年にはつらいことであった永代倹約などという役目も重りであったし同家中の誰とも心祖の付き合いをしてはならないということは友達の必要な年齢に入っていた義郎にとってほとんど罰を課されるに 等しいものであったが、十歳なりの意地が彼を支えたらしい。二年のちに父が江戸詰めになり、吉郎も母や妹も後から江戸へ去ったが、それまで新六にはずっと近づかなかったし、江戸へ移ってからも友達らしい友達は作らずに通してきた。これは馬鹿げている。こんな馬鹿馬鹿しい役目はない。これでは飼い殺しだ。 彼は、十八九の年から、そう思い始めた。祖父は、五十五歳で病死した。父は、二十九歳で家督をし、今年は四十九歳になる。だが、意見役という役目を現実に果たしたのは祖父だけで、それも二十八歳の時を最後に、あとは何もしていない。生涯の半分。しかも、心身もに、夫も充実した年代を、 なすこともなく終わった。地も同様であるし、このまま行けば自分の生涯も同じことであろう。何も仕事をせずに、ただ淵を食って生きていくというのは、ほふられる時を待っている家畜のようなものだ。俺はごめんだと彼は思った。まっぴらだ。俺は人間に生まれてきただけのことはしたい。少なくとも人間らしい生き方をするんだ。 彼は自分に誓った。吉郎は憲法が好きで、公明館でも学問よりは武芸の方で才能を認められていた。両学院の墨付きで政治の方の役目にはつけないが、武芸の師範なら差し支えはないはずだ。幸い好きな道ではあるし、憲法で第一流の師範になってやろう。彼はそう決心をし、その通り努力してきた。 4. そして今、こんなことになった。寝苦しい夜半、ヨ郎はヤグの中でため息をついた。今年こそ原田に勝てた。今年は勝てる自信があったんだ。と、彼は呟いた。それを、その肝心な勝負を目の前にして、こんなことになってしまった。親父のためだ。と、義郎は思った。永大意役などということをクソ真面目に募集し、 一発一創始のつもりでやったのだろう。だが結果はこのありさまだ。自分は乱心者などという札を貼られて死に。仮名も遺族もどうなるかわからない。現に俺がこんな罪人のような扱いをされるところから察すると、軽くて追放、うっかりすると切腹なるということになるかもしれない。それはごめんだ。追放ならまだしも、こんなことで切腹なんてまっらだぞ。 彼は自分に言った。俺の知ったことではない。親父が自分で考えてやったことだ。俺は相談もされはしなかった。俺に関係のないことで切腹させられるなんてまっぴらごめんだ。与十郎が何も相談しなかったということはない。国元へ立つ前に一言。殿に申し上げることがあって国元へ行くということを言った。四郎はそうですかと答えただけで。 こちらからは何も聞かず、すぐに父の前から立ってしまった。それはいつものことである。彼は落ち着いて父と話したことがない。父と対座しているだけでも気が苛立ってくるし、少し長く話など聞かされると、冷や汗が出るくらいであった。少年時代のように自分がもらわれてきた子だ、なるとは思わなくなったが、父は父、自分は自分と、 はっきり、けじめをつけていた。二人の間には、全く共通点がないし、親子の愛情というものさえ感じられなかった。もしも、切腹などということになったら、逃げ出すぞ。と、彼は呟いた。今、死んでたまるものか。きっと、逃げ出してみせるぞ。だが、彼は急に、うっといった。自分は逃げ出してみせるが、 母や妹はどうする一人ならどうにでもなるが、母や妹を連れて脱出することができるか。自分だけが逃げるとすれば、残った母と妹が無事では済まないだろう。親父め。と、彼は呑いた。親父め。一数は確かでないが、半月ほど経ってから申し渡しがあった。今度は、 目付役の沼田でなく、自席画廊の鉄村権太優がき秀島がその福祉という形であった。予想ほどひどい処置ではなかったが、四十郎の城中における人情という点を厳しく咎め、家禄を六百国から五十国に削り、四郎は秀島家で五年間の銃謹慎、母と妹の静には、 二年の居託謹慎を命ずる、ということであった。申し渡しが済むとすぐに、人情の時の詳しいことを聞きたい、と、吉郎は言った。哲村は別に話すことはないと答えた。外処理記してあること以外には何もない。答えて立とうとした。吉郎は呼び止めて、では何か、 上書のようなものは持っていなかったかと聞いた。父は殿に申し上げることがあって帰国したのです。と彼は言った。そのためには、ごん上書のようなものを持っていたはずですが、その点はいかがでしょうかないようだな。と、鉄村は言った。所持した品は戻ってきたまま、その方の母に引き渡したが、そういうものはなかったようだ。吉郎は唇を噛んで黙った。 日が経つにつれて、彼は父がかわいそうに思われてきた。22歳の年と23歳の年に、吉郎は総除時で参々したことがある。その時、一緒になった老雲水が、彼に向かって身の上を10回し、人間が懸命になってやることの9割までは、ご意味なものだ、ということを言った。その雲水は60歳くらいであったが、 今でも酒と女の誘惑に勝つことができず、掛け子をして回っては主食に溺れて飽きない。時々禅道にこもるのも、誘導が目的ではなく、最もよく酒と女を楽しむための休息である。などと言って笑った。何のためにそんな話をしたのかわからない。吉郎は黙って聞いていただけであるが、父の一生、 思いやるようになったとき、不意とその言葉が頭に浮かんだのであった。これという仕事もせず、楽しみもなく、親しい友達も作らず、と彼はつぶやいた。家庭の団らんも知らず、50歳近くまで生きてきて、こんな風に死んでしまった。何のために生まれ、何のために生きてきたのか。気まじめに、 送電の役目を守り、その役目を果たそうとして死んだ昇進な父。たった一人の男子である自分とも、ついに一度も打ち解けて話したことがなかった。かわいそうな親父だ。と、彼はまたつぶやくのであった。俺がもう少し愛情を持っていたら、こんな風にはならなかったかもしれない。少なくとも、犬死ににはさせずに済んだかもしれない。 これだは犬死にだ。そう思った時、吉郎は緊張した顔で、じっと宙を見つめた。その時になって初めて、今度の出来事の全体が、現実のものとして感じられるように思われた。待てよ。と、彼は呟いた。彼は出来事の始終を、詳しく考え直した。俺は、すんの亀倉だったんだな。 やがて彼は口に出して言った。俺は、底抜けの馬鹿だったぞ。父の死は、不審だらけであった。張間の神に面会を求めたところまでは事実だろう。そして、故障頭が取り次ぎに立ち、その結果を聞かないうちに乱心した。どうしてだ父は気まじめで正真面目で昇進かもしれないが、理由なしに乱心し、人情に及ぶような性分ではない。 殿に申し上げることがあり、ただそのためだけで帰国したのに、目的を目の前にして自分からことをぶち壊すなどということは考えられない。また、死ぬ覚悟をしていたとすれば、言上書の用意ぐらいはしていたはずである。何かある。何か隠されたことがある。と、彼はつぶやいた。申し渡しに書いてあったことは事実ではない。少なくとも、歪められ。 作られた部分がある。ある日、吉郎は、ひれじま五郎兵衛に面会を求めた。監視の侍は拒絶した。すでに五年間の銃禁止と決まっている者が、住職に面会を求める、などということは許されない。というのである。吉郎は情報して、それなら、地を打ち止めた者が誰であるか、その者の名を聞かせてもらいたいと頼んだ。 監視の侍は聞きに行ってくれたが、戻ってきての答えは、やはり拒絶であった。打ち止めたのは、その場に居合わせた者の,の当然取るべき処置で、誰彼という差別はない、と監視の侍は伝えた。名を明かせば支援を残す恐れがあるから、国元でも極秘にしてあるということです。後ろは、黙って頷いた。父の乱心が事実であって、 打ち止めることが当然の処置であったのなら、支援を残す、なるということがあるわけはない。その人間の名を明かさないのは、真実を隠すためだ。知られてはならない何かがあるからだ。と、メシロは思った。このままでは置けないぞ。このままに、済ましてしまっては、あまりに父がかわいそうだ。かわいそうじゃないか。と、彼は自分に聞いた。 よし。彼らの隠したものを探り出してやろう。ここを抜け出して国元へ行き、彼らの埋めたものを掘り出してやろう。吉郎はそう決心した。五。隣の小部屋には監視の侍がいた。はじめは二人だったが、やがて一人ずつの交代になり、吉郎が神妙にしているためだろう。 不審板に当たる者も次第に警戒心が緩んで夜半を過ぎるとごろ寝をするようになった。うしろはその時刻になると手洗いに立ち不審板の者を呼び起こした。腹を痛めたらしいという口実で7日ばかり続けると不審板の者は面倒になったらしく一人で行って来いと言ってついて来なくなった。そこで一度中止し四五日してまた始めたが 今度は、初めからついてこず、起こさなくともいいと言って、顔を見ようともしなかった。夜の十時から午前二時まで、一時おきに三回ずつ、丁内を夜回りが巡回する。後ろは木の音で、その順路を測り、時刻は、二回目の直後はいいこと。脱出するのは、再延から西の塀を越し、崖を降りて、中の橋へ抜ける。 ということを決め、その手順を繰り返し、頭へたたみ込んだ。次に、天井の隅からすすを集め、食事の時の汁椀の蓋で溶いて、ちり紙に書き置きを書いた。五年の監禁には辛抱ができないから、自分は出奔して浪人になり、しかるべき士官の道を探すつもりである。母と妹は無関係だから、穏便な。 はからいを願いたい。そういう意味のものであった。4月の20日か21日だったら、午後から吹き出した風が夜になっても止まず、吹けるに従って、ひさしや雨戸を揺りたたくほど強くなった。その夜の不審番は、野原という若い歌詞で、吉郎は酔いのうちから、しばしば手洗いに立ち、 さも、利休に苦しんでいるように見せておいた。野原は寝転んで小説本らしいものを読んでいたが、十一時頃に覗いた時には、もう本を投げ出したまま眠りこけていた。後ろは、身支度をして待った。待ったのは、あん時足らずだったが、そのわずかな時間の経過の呪いことと、今にも何か故障が起こりそうな器具とで、彼は全身に、 油汗をかいた。やがて、十二時の夜回りの木が聞こえてきた。吉郎は立って、隣の小部屋へ行き、野原を揺り起こした。若い歌詞は寝ぼけ声で、なんだと言いながら頭を上げた。誰に行きたいんだ、と、義郎が言った。うるさいな、と、野原はさも、うるさそうに、またひじ枕をした。いちいちそう起こさないでくれ。 わかってるじゃないか。後ろは廊下を歩いて行き、蝶属口から外へ出た。夜回りの木の音は部湖の向こうへ遠のいており、あたりは真っ暗で、吹きたけっている風は土ぼこりの匂いが強く、たちまち歯がジャリジャリ言い出した。大井戸のところを右へ曲がった彼は、自分の住まいの裏から塀を乗り越えて入り、母の新女の窓を叩いた。 風のうなりが高いので、なかなか聞き分けられなかったらしいが、やがて、雨戸の向こうで、母の声がした。よしろうです。ちょっと、開けてください。障子を開ける音がし、すぐに雨戸が開いた。その時、よしろうは、書き置きに違った文句を書くべきだったと思った。母と妹も、一緒に連れて出るのだ。残しておいては、 どんな危険があるかもわからない。連れ出す方が無事だと気づいたのである。しかし、彼が口を聞こうとする前に、開けた雨戸の隙間から風呂敷包みと大将が差し出された。待っていました。と母が言った。国元へいらっしゃるのでしょう。う。行きます。と答えて包みと刀を受け取りながら、 母が自分の来るのを予期していたということに、強い感動と驚きを感じた。私は、栗本へ行きますが、母上と静も一緒に、ここを出てください。早く、行ってください。と、母は囁いた。私たちの心配はいりません。しかし、ここにいては危険です。何をされるかわからないが、危険なことは確かだと思うんです。 お父様は、あのような死に方をなさったし、あなたがこれからなさることも命がけでしょう。私たちだけ安全でなければならないということはありません。と母は言った。見つからないうちに早く言ってください。私たちは大丈夫です。母の口ぶりはしっかりしていた。よしろはちょっと口ごもった。 母のそんな気丈な様子を見るのは初めてのことだったし、その口ぶりには一種の威厳さえも感じられた。では、私は参ります。その中に土用が入っています。と母が言った。刀はお父様の差し替えですからそのおつもりで、守備よく行くよう祈っています。父上が何を申し上げに行ったかご存知ですか いいえ、知りません。そういう話は、一度もなさいませんでした。義郎はうは頷いて、両党を腰に刺した。ありがとう、よしさん。と、母は一層声を潜め、感情を抑えた調子で囁いた。あなたがきっと、そういう気持ちになってくださるだろうと信じていました。お父様も、さぞ、 お喜びなさることでしょう。ありがとうよ。後ろは何か言おうとしたが、黙って抵当しただけで、その窓際から離れた。菜園は、藩主の食膳に供する素菜を作るところで、周囲に柵が巡らせてある。彼はその柵に沿って回り、西の塀まで走った。この中屋敷は、 アザブ・マミアナの大地の端にあり、石川の塀の外は崖になっていた。崖といっても、それほど切り立っているわけではなく、ところどころに草や岩木が生えており、子供などでもそこを伝わって、登ったり降りたりすることができるくらいであった。義郎が塀際に着いたとき、後ろに人の叫び声が聞こえた。振り返ってみると、 再演の柵を回って、いくつもの町鎮が揺れながら、こっちへ走ってくるのが見えた。脱出したことが分かったのだろう。吉郎は刀と風呂敷包みを塀の外へ投げ、塀に沿って左の方へ走った。向かい風なので、追っての声はよく聞こえないが、町鎮が二方に分かれ、左右から挟み撃ちの形で、迅速にこちらへ近づいてきた。 吉郎は塀に飛びついた。しかし、それは朽ちていて。掴んだ笠木はひとたまりもなく折れ、彼は仰向きになったまま地面へ落ちた。背中を激しく打ったため、呼吸ができなくなり、彼はうっとうめきながら体を折り曲げた。おいと、彼は自分に言った。しっかりしろ。彼らはそこへ来ているぞ。まだ、呼吸は止まったままだった。 胸を引き裂きたいような苦しさである。だが、吉郎は起き上がり、今度は注意深く落ち着いてやった。笠木は折れたが、体はうまく塀の上に上がり、そこから外へと飛び降りた。すると、その反動で胸のどこかが開き、呼吸ができるようになった。彼はそこへ座って、拳で胸を叩きながら、激しくあえいだ。こっちにはいないぞ。 のの内側で叫ぶのが聞こえたそっちはどうだ相手の答えは風のために聞き取れなかった彼らの声が遠のいてからも吉郎は座ったまま会えでいた6吉郎が城下町に着いたのは5月7日の夕方であった 南を山に囲まれたその町は、竜頭川を挟んで武家屋敷と町跡に分かれている。竜頭川はそこから三里行くと海に入るのであるが、城山の端で右極しており、城山の裏を北流しているため、海は見えなかった。彼は城下へ入るのに、格別警戒はしなかった。書き置きに、老輪の上、士官の口を探すつもりだ。 書いておいたし、自分が国元へ行く、などということは、誰も考えはすまいと思っていた。それでも旅自宅には、深い深編み傘を被って、同化中の者の目を避ける用意くらいはしていたのであるが、町へ入る縄手道のところで、突然、五六人の侍たちに取り囲まれた。彼らは松並木の間にある掛け舎屋から出てきて、 素早く、よしの前後を塞いだ。よしは、傘の中から彼らを見たが、知っている顔はなかった。失礼だが、と、年傘の一人が言った。ご生命と行く先を聞かせてください。よしは、偽名を名乗り、竜頭川の河口にある小さな港町の名を言った。傘を脱いでください。と、相手が言った。 吉郎は、網傘を脱いだ。彼らは吉郎を眺め、お互いの目を見交わした。どうしたのですと、吉郎が反問した。何か、間違いでもあったのですか相手は、聞き流していった。ご足労だが、板書まで、同行してください。板書まで何のためにです過剰、吉郎というものを探しているのです。と、相手が答えた。 我々はその人間を知らないから、そこもとが偽名を使っているかどうか判別ができない。番所へ行けば、それがはっきりするというわけです。義郎は、ゆっくりうなずいた。いいでしょう。と、彼はまたうなずいた。そして、急ぐわけでもない。参りましょう。相手は目配せをし、二人の若侍が義郎の左右へ回って、どうぞ。と言った。他の者は残り、 三人は歩き出した。梅雨に入る前の蒸し暑い日で、縄手道は乾ききっており、歩く足元から土ぼこりが立った。城下町の重なり合った屋根は霞んでいるが、城山の松林や高い天守閣や、櫓の白壁などははっきりと見えた。牛を引いた農夫が行き、馬方が行き、荷車とすれ違った。暑いですね、と、吉郎が言った。 番所までは遠いんですかいや、と、一人が答えた。町へ入るとすぐです。京橋という橋のたもとですよ。吉郎は少し歩いてからまた聞いた。さっきの、その、家長とかいう男は何をしたんですか相手は黙っていて。やがて、右側の一人が言った。それは聞かないでください。どうも失礼。と、吉郎は言った。 直手道が終わり、土橋を渡って町へ入った。まばらな屋波が次第に軒を接し、次の土橋を渡ると、板屋町になる。日はもう山の向こうに落ちてしまい、家々から流れ出るかしぎの煙が、黄昏の光の中で、親のようにたなびいていた。十三年前と少しも変わらない町の景色に、義郎は胸の痛くなるような懐かしさを感じながら、 地蔵の辻まで来ると、そこで左へ曲がった。京橋は右へ行くのであるが、彼は左へ曲がって、ゆっくりと歩き続けた。もちろん、二人は呼び止め、そして追ってきた。そっちは道が違います。戻ってください。もういいだろ。と、吉郎は振り向きもせずに言った。日が暮れるから、ここで失礼する。番所はすぐそこです。戻ってください。 義郎は立ち止まり、振り返って、嫌だ、と言った。二人はたじろいだ。振り返った彼の姿勢が、彼らを圧倒したようであった。どうしても連れて行くというなら、と、義郎は、ひそめた声で言った。腕づくでやれ。二人は黙っていた。俺は、名物名乗り、行く先も告げた、と、義郎は、間を置いて続けた。 これ以上の付き合いはごめん、小室。もし疑わしいと思うなら、中島の港までついてこい。そして、ゆっくりと歩き出した。二人は何か囁ささき合いながら、それでも半丁ばかりついてきた。吉郎は見向きもしなかったが、脇の下に汗の流れるのが感じられた。道は一曲がりして桶町に入り、往来は物売りや子供たちで混雑し始めた。 よ郎ろは落ち着いた足取りで歩いて行き、か町のところで振り返った。彼らは、諦めたのだろう。町の人混みを目で探したが、二人の姿はもう見つからなかった。彼は吐息をつき、懐から手を入れて、両脇の汗を手ぬぐいで拭いた。危なかった、と、彼はつぶやいた。これは、用心をしないとやられるぞ。彼らは自分が来ることを予期していた。 おそらく十分に手配りがしてあるだろう。一度は危うく逃れたが、顔を知っている者に出会ったらおしまいだ。どうしよう。と、歩き出しながら、吉郎は思った。どこかへ身を隠さなければならない。どこがいいか。松尾新六だな。新六なら力を貸してくれるだろう。松尾なら確かだが。いや、と、彼は首を振った。それはわからない。 新六が今度のことに無関係だという証拠はない。と、吉郎はつぶやいた。そこがはっきりするまでは、誰にも頼ることはできない。松尾にもだ。吉郎は、竜頭川の岸へ出て、暗くなり出した町を京橋の方へ戻り、柳町の田口屋という畑でわらじを脱いだ。小さいけれども、割に新しい建物で、廊下はもちろん、通された六畳の座敷も、 きれいに掃除が行き届いていた。風呂から上がると番頭が宿帳を持ってきたので、吉郎は別の偽名を書き、四五日泊まると言った。他にも客が三組ばかりあるらしかったが、飲んで騒ぐというようなこともなく、夕食を済ませた後、窓際で内ちを使っていると、京町の家街から玄関の声が聞こえてくるほど静かだった。八時頃に、 ヤグを敷かせて横になり、間もなく眠ったのだろう。夜分を過ぎた頃、障子を開ける音で目を覚ました。そろそろと、忍びやかに開けたので、かえって耳についたらしい。吉郎は、枕元の刀へ手を伸ばしながら、そのまま息を殺していた。もし、と、入ってきた者が囁いた。起きてくださいまし、家長様の若様。もし、 女の声であった。吉郎は刀を取って置き直った。明かりを消した座敷の中は暗く、相手の姿はよく見えなかった。誰だと、吉郎が言った。家臣様でいらっしゃいますかと、女が聞いた。もしそうでしたら、ここは危のうございます。ご案内するところがございますから、一緒においでくださいまし。吉郎はもう一度。お前は誰だと聞いた。 平野屋さんから頼まれたものです。平野屋それはどういう人間だどうぞ、お静かに、と女が言った。女は、この田口屋の女主人であった。そして、平野屋というのは、西町にある宿屋で、主人は助けといい、昔、過剰家に奉公をしていたが、十五年前に資金を出してもらって宿屋を開業した、と説明をした。 吉郎はすぐに思い出し、終わりまで聞かないうちに、ああ、と、うなずいた。その平野屋なら知っている、と、彼は立ち上がりながら言った。だが、どうして私が吉郎だとわかったんだ七。吉郎が支度をする間に、田口屋の女主人が話した。彼は気づかなかったが、あの二人の若侍は、後をつけてきたらしい。 しばらく経ってから店へ入ってきて宿帳を調べた。吉郎は縄手道の時とは違う名を使っておいたが、それを見つけたのだろう。やっぷり偽名だ。とか、過ジかもしれないぞ。などと囁くのが聞こえた。十日ほど前、城下町の全部の宿屋に対して、吉郎についての通告があった。偽名を使うだろうが。年齢はこれこれ。見知らぬ侍か。 呂林者が止まったらすぐ届け出るように、というのである。その通告の後で、平野屋助けが一軒ずつ宿屋を訪ね、吉郎を助けたいから力を貸してくれ、と頼んで回った。与十郎の死も語り、その裏に何か司災がありそうなこと、もし吉郎が帰国するとすればそのためであろうから、自分としては亡き与十郎への報恩に、ぜひとも、 義郎を助けなければならない。同業のよしみで努力してもらいたい。と、懇願した。みんな心よく承知したようだし、田口屋でもそれらしい客が来たらと、待っていたところだと言った。話を聞きながら、義郎は父の顔を思い浮かべた。その時、変わった様子でも見せたのか、女主人が話をやめて、どうかなさいましたかと聞いた。いや、 何でもない。と、彼は我に帰ったように言った。それで、訳は分かったが、これからどうすんのだ平野のさんへご案内いたします。そうする、お約束でしたから。この家に、迷惑がかかりはしないか。そのご心配はいりません。と、女主人は落ち着いて言った。手前どものことは考えてありますから、よろしかったら、お供をいたしましょう。後ろはいくらかの銀を包んでおき、 刀を取って腰に刺した。女主人は中庭へ降り、裏木戸から外へ出た。西町までは約十丁ばかりだったが、路地から路地を抜けて行くので暇取り、平野屋の裏へ着いた時には、決心時の鐘が八つ、午前二時を打ち出していた。田口屋の女主人が平野屋のものを呼び起こしている間、後ろは鐘の音を数えながら、また、 父の顔を思い浮かべていた。それから半時のち、彼は四畳半の小部屋で、助けと話していた。助けの実家は平野村の百姓であるが、祖父の代から誰かしら過剰系方向に出ており、助けはその五番目で、十六の年から十年の間勤めた。もちろん、吉郎もよく知っているが、父の四十郎は非常に気に入ったらしく、 彼が四南坊であり、百姓になる気がないとわかると、資金を出して、宿屋を開業させた。吉郎はこの宿屋へは来たこともないし、平野屋という存在さえ忘れていたが、村にある彼の実家のことはよく覚えていた。平野村は城下を東へ一里ほど行ったところで、吉郎は幼い頃からしばしば遊びに行った。そうだ。村へはよく、 遊びに行ったものだ。助けの話を聞きながら、吉郎はその自分のことを回想し、そうして、いろいろな遊びやいたずらのことから、また、松を新六を思い出し、続いていどのことを思い出した。その話はわかった。吉郎は助けを遮った。だが、どんなに手配りが厳重であろうとも、俺はやるだけのことはやるつもりだ。助けは、 当惑したように黙った。彼は義郎にすぐ城下を立ちのけ。と、進めたのである。警戒が厳しすぎるので、自分のところでもかくまう自信がない。せめてほとぼりの冷めるまででも、他の土地に身を隠していてもらいたい。というのであった。そんなことをしている暇はない。殿は6月中に参勤で出府なさる。と、義郎は言った。江戸へ行かれては、それこそどうにもならない。 出府なさる前に、型をつけたいのだ。そして彼は、助けに聞いた。方針寺の裏のカライドはまだあるかカライ存じませんの寺の裏に広い空き地があったが、おき地は今でもございます。と、助けが言った。あそこには元不吉な屋敷があったのだそうで、未だに誰も近寄りませんし、荒れ放題になっております。不吉な屋敷か。 義郎は苦笑したが、そのことには触れずに言った。それなら、唐井戸もあるはずだ。近寄ってはいけないと固く禁じられていたが、松尾たちと遊びに行って、その唐井戸の中で、よく山賊の真似などをやったものだ。あそこなら大丈夫だろう。その唐井戸の中ですか早い方がいい。これから行ってみよう。助けは止めたい様子だったが、義郎は聞かなかった。 むしろ三枚に細引きを二巻き、そしてガ道ドウを用意させ、もちろん、チョはつけずに、二人で裏から出た。助けが、不吉な屋敷と言ったのは、法神寺の住職の妾の住居であった。もっとも、五六十年も前の話で、その住職は、途方もない破壊層だったらしい。幾人もいた女の一人が、その妾に嫉妬し、妾を殺した上、 家に火をかけて自分も共に消死したというのである。吉郎たちはまだ幼かったのでよく訳はわからないながらその話から受ける刺激的な感じに胸をドキドキさせたものであった。方針寺は龍津川の対岸で京橋を渡って行き岸に沿って五六町余り行ったところにある。そこは武家屋敷の地外れにあたり、 後ろは城山に続く丘陵が迫っていたし、西側はずっと開けた高地という極めて歓声な位置にあった。空き地は昔のままであった。吉郎は暗い中を迷わずに歩いて行き、まっすぐにその唐い戸のところまで行って立ち止まった。そこには大きなザクロの木があったはずで、しかし今その木はなく、切り株だけが残っていた。 明かりをつけてくれ。と、義郎が言った。切り株から奥へ五歩行くと、雑草に覆われて、井戸の蓋があった。助けが岩道上鎮を差し向け、義郎は木の蓋を調べた。差し渡し四尺ほどあるその蓋は重く、木はすっかり朽ちていて、取り除けようとすると、縁が欠けた。大丈夫だ。と、彼は呟いた。誰も近づいたものはないらしい。 少なくとも中へ入ったものがないことは確かだ。今度は用心して蓋に手をかけ、少しずつずらせて体を入れるだけの隙間を開けた。それから細引きをつなぎ合わせてザクロの切り株にかけ、二本の細引きで身を支えながら、彼は井戸の中へと降りていった。助けは明かりを差し向けながら、大丈夫ですかと聞いた。元のままだ。 しばらくして、吉郎の答える声がした。俺たちの掘った横穴もある。これなら、当分いられそうだ。それから、また行った。頼むことを忘れていた。上がって行くから、待っていてくれ。8。それから丸一日、吉郎は井戸の底で、時の過ぎるのを待った。井戸は周囲を石で畳んである。深さは十五六尺だろう。 カライになってから年数が経ち、石と石との間はずれていて、シダ類やコケが生えており、ずれている石を足掛かりにすれば、楽に登って出ることができる。降りるには綱が必要であるが、昔から登るのはたやすかった。そこから三尺ばかり上に、石を外して横穴が掘ってある。松尾新六の思いつきで、そこは山賊の資料の専用であり、 つまり、新緑がそこで威張り散らしたり、旅人を襲う命令を出したりしたものであったが、今の吉郎の体では半分くらいしか入らなかった。こいつを掘って広げよう。と、彼は一人でつぶやいた。この横穴へ入っていれば、毎日上から覗かれても見つからずに済むだろうし、雨の時にも格好だ。日光の移動で、ほぼ地獄の見当がついた。 午前中に一度眠り、午後は空腹に悩まされた。夜にならなければ、助けは来られないだろうと思うと、余計に空腹感はひどく、そして、井戸の中の息苦しさに圧倒され、一時、胸が板のように固くなるのを感じた。その時、また、父の顔が目に浮かんだ。父の顔は彼に微笑みかけ。お前、子供の自分には、 平気だったじゃないか、と言っているように思えた。吉郎はその父の顔を離すまいとした。するとかえってそれはぼやけてゆき、遠のいてしまったが、不思議に温かい感情が後に残った。吉郎は息苦しさも忘れ、ひどい空腹も忘れて、長いことじっと物思いに囚われていた。日が暮れてからまた眠ったらしい。 しそめた声で名を呼ばれ、はっとして刀を取りながら起き直った。若さまと、若い娘の声が呼んでいた。いらっしゃいますか若さまよしろうははっきり目が覚めたが、黙って様子を伺った。若さまと、また娘が呼んだ。ひらのやの者でございます。いらっしゃいますかよしろうが問い返した。ひらのやの誰だ 助けの命令、お生と申します。お弁当と着物を持って参りました。と、娘が言った。今、そちらへ下ろしますから。土と小石が落ちてき、やがて大きなメザルが降りてきた。メザルは沈みに紐がついてい、それに細引きがつないであった。義郎は、岩道上鎮をつけながら、ちょっと待ってくれ、と言い、メザルに入っている包みをほどいた。 重箱は弁当であろう。他に目じ島の斑点とも引き、平ぐけ、手ぬぐい、朝浦草履や紙などが一つ積みになっていた。よし、受け取った。と、吉郎が言った。助けから何かことづけはなかったかまだ、わからないって申しておりました。若様、ま。と、娘が上から言った。お姓を、覚えていらっしゃいますか わからないな。顔を見れば思い出すかもしれないが、名前には覚えがないようだ。昔若様が、お嫁にもらってやるっておっしゃったことも、お忘れですのバカなことを、と、吉郎が言った。そこへ、降りて行ってもようございますかバカなことを言うな、と、彼は跳ねつけた。そんな呑気な場合じゃない。人に見つけられたらどうするんだ。いいから、もう行ってくれ。娘は、ちょっと黙ってから言った。 また、明日の晩参りますけれど、何かご用はございませんかない、今のところは何もない。ではまた、おやすみなさいまし。娘は目ザを引き上げ、もう一度挨拶をして去っていった。重箱は大きな二重のもので、握り飯と西め焼き魚などが詰まってい、缶んどくりに入れた茶まであった。吉郎はそれを食べながら、まだわからない。 という、タスケの返事を考えて、気落ちのするのを感じた。彼はタスケに、父を切った者か、三人あったという負傷者のうち、誰か一人の名でいいから知りたい、と頼んだのである。タスケ自身は知らなかった。父が、城中で乱心の上、死んだということは聞いたが、その他のことは全くわかっていない。だが、宿屋には、 両邸を兼ねているところもあるし、家中の侍たちが飲み食いや寄り合いをするから、そういう宿屋を当たってみよう、と、助けは言っていた。おそらく、その通りやってくれたのだろうが、まだわからないとすると、これからもわかるまいということを予想させるし、それは姫島五郎兵衛が国元でも極秘になっている、といったことを証明するようであった。じゃあ、 どうしたらいいんだと、吉郎は一人でつぶやいた。どこへどう手がかりをつけるんだ何か工夫があるかバカな親父だ。と、また彼は言った。一言何か書き残すか、せめて糸口ぐらいつけておけなかったのかな吉郎は気がめ入り、そしてひどくイライラした落ち着かない気分のまま、重箱を片付け、石に寄りかかって考え込んだ。 嫁にもらってやるって。彼はふと、くすくす笑った。すると、それなら、あの赤っ毛のチビじゃないか。ええー。彼はふと、自分の顔が赤らむのを感じた。その赤毛の女の子が彼に向かって、不謹慎な真似をしたことを思い出したのである。彼が八つか九つの時で、女の子は二つくらい年下だった。 確か、助けの長兄の娘のはずだが、色の黒い、気量の良くない子で、それがかわいそうだったから、今に俺が嫁にもらってやる、などと言ったのかもしれない。もう歳も二十二か三になるだろう。平野屋にいるとすると、まだ結婚しなかったのか、それとも不縁になったのか。まさか本気で嫁になるつもりで待っていたわけではあるまいが。 おかしな時に現れておかしなことを言うものだ、と、よしろうは苦笑しながら思った。やがて彼は着替えをした。頭の方は放課盛りをすればいい。常人姿で歩く分には見とがめられることもないだろう。差し当たりこれという目的もないが、ただ井戸の中に座っているよりはましである。刀をむしろで巻いて横穴へ入れ、その上、 明かりを消した岩道上鎮と重箱を乗せ、それからずれた石を伝って井戸の中から出た。細引きをザクロの切り株の脇に置き、手ぬぐいで放火無理をすると、人のいないのを確かめてから道へ出て行った。時刻は九時頃だろう。方針寺の門前をまっすぐに京橋まで行き、橋を渡りながら、 二段稲荷の茶屋のことを思い出した。京町の加街へ入る途中に二段稲荷と呼ばれる小さな社があり、その細い横丁の左右に一軒家の茶店が並んでいた。実際には酒を飲ませる家でどの店にも化粧をした女が二三人ぐらいおり、そのためしばしば町奉行の咎めを受けて店を閉めるが、いつかしらまた商売を始める。 ということを繰り返していた。そこは京町で遊ぶほど懐の豊かでない者たちの行く場所で、武家の気配や小物なども密かに出入りするという。吉郎が子供の自分聞いたことで、今どうなっているかはわからないが、もしやっているなら飲みに入って何か聞き出すことができるかもしれないと思った。九 その茶店は商売をしていた。店は五軒しかなく、どの店にも女は一人で、その女たちは、化粧もしていないし、地味な着物に島の前垂れという、ひどく野暮臭い格好をしており、奥の小部屋へ客を誘うなどということもなかった。ゆじろうは放課盛りをしたまま、酒を一本ずつ飲んで、五軒とも回った。おそらく、奉行所から咎められでもした後なのだろう。 どの店も客が少なく、女たちも弾まない顔つきで、馴染みのない吉郎に不信がある様子もなかった。吉郎は早く帰った。出ていた時間は一時足らずだったろう。井戸の底へ降りると、古道具屋で買った小手を出して、横穴を広げる仕事にかかった。彼は二段稲荷の茶店へ続けて通った。三度目の晩のことだが、小松という店で、 足軽らしい中年の男と一緒になり、義郎の方からさりげなく酒付きを刺した。な、那、一つ付き合ってください。と、彼は言った。こんなものを被っていて失礼ですが、火傷の跡があるんで、帰って目障りになるもんですから、どうか勘弁してください。相手は酒付きを受け取ると、この土地のりで堅苦しく言った。付き合うのはいいが、こっちからお返しはできないぜ。 そんな心配はしないでください。と言って彼は懐を抑えた。出稼ぎに行ってきて少しばかり持ってるんです。職人のようだな。旦那はお武家ですね。と彼が応じた。お越しのものがなくってもわかりますよ。まあ、重ねてください。相手は応用に逆きを重ねた。吉郎の言葉で気をよくしたらしく、土地なわりの強い突弁でポツリポツリとよく話した。 吉郎は頃合いを見て、よかったら、また、明日の晩お目にかかりましょう、と、立ち上がった。その男は、あくる晩もやってきて、今度は、半時あまりも話し込み、藤井十兵衛と名も名乗った。一晩置いて、三度目に会ったとき、気を許したと見える相手がすっかり酔ったところで、吉郎は、無関心な調子で問いかけた。 出稼ぎに行ってしばらく留守にしていたんですが何か変わったことはありませんでしたかそうだなと十兵衛は首をかしげた三月ばかり前に言いかけて杯を眺め首を振ってヘラヘラと笑った三月じゃなかった三月のことだなあお玉十兵衛は女に呼びかけた十八九だろうが 二十四五くらいにも老けて見える女は、大きな首をしただけで、返事もせずにそっぽを向いた。吉郎は、三月と聞いてドキッとしたが、懸命に落ち着いて、相手に尺をしながら聞き返した。三月に、何があったんですかこれ、お玉。と、十兵衛は女に言った。そんなブスっ面をするな、ね、え、少しぐらい感情が溜まったからって。そうだ。 お前、この男の感情に俺の分を付け分けしたじゃないか。何ですって女が振り返った。私がこのお客さんの感情に何をしたんですってごまかしてもダメだ。俺は二度とも見ていた。俺は睨んでいたんだい。十兵はヘラヘラと笑って、吉郎に言った。お前も知っていたろ。知っていて気がつかないようなふりをしていた。それも俺は睨んでいたんだ。 女は乱暴に顔を背け、聞くに耐えないような悪態をついた。そして、十兵と女とで罵っしたり、嘲笑したり、わき合ったりという、お互いに相手の身の皮を剥ぐような、馬鹿げたやりとりを始めた。この年の鉛に加えて、言葉はあくまで辛辣であるが、当人同士はそれほど景色番でいる様子もなく、また、いつ果てるとも見当がつかなかった。 義郎はうんざりして、まもなく感情をし、その店を出てしまった。こいつは、らちが開かないぞ。こんなことをしていたら、らが開かないぞ。井戸へ帰る途中、彼は繰り返しそう思い、他に手段がないかどうか考えふけった。どう、支案しても、他に手段はなかった。助けの方からは、わからない、という返事が来るだけだし、 ことが極秘に処理されている以上、真相を知っている者は、ごく少数の者だけであろう。しかし、誰が敵で、誰が味方なのか、全く不明なのだから、自分で聞き出す他に手立てはなかった。よし、粘ってやれ。と、彼は自分に元気をつけた。こうなったらこん比べだ。どうしても掴む者を掴まずには置かないぞ。彼はそれからも、 藤井十兵衛と続けて飲んだ。酔いの口に平野屋から弁当を届けてくる。来るのはおいと決まっていて、三度目からはずっと井戸の中へ降りるようになった。どうしても一度顔が見たいとせがまれ、やむなく細引きを渡したのであるが、次の晩には自分で細引きを持ってやってきた。気をつけてるだろうな。 彼は繰り返し念ををした。後をつけられたらおしまいだぞ。大丈夫かお姓はその度におとなしくうなずいた。それだけは大丈夫よ。自分でもおかしくなるくらい用心しているんですもの。私だってもう二十一になるんですからね。二十一だってへえ。何がへえですか彼は話をそらした。お前、もう子供があるんだろう。嫁に行かないのに。 子供があるわけはないじゃありませんか。一度も嫁に行かなかったのかだって、若様がもらってくださるはずでしょと言って、お姓は含み笑いをした。それは冗談だけれども、一度もお嫁には行きません。若様は、もういいお子持ちでしょ吉郎は、まあ、そうだ、と口を濁した。お姓は、変わっていた。辛井戸の底で、 ガンドウジョの光で見るためかもしれないが、色も白くなったし、豊かに肉づいて、赤毛もすっかり黒く、ツヤツヤとしていた。器量は良くないけれども、好ましい顔立ちというのだろう。目や口元に生き生きとした愛嬌があった。井戸の底は狭いから、差し向かいにはなれない。ハスに体を接して座るのだが、 みじろぎをするたびに触れるおせいの体の柔らかさや、時を置いて強く感じる肌の匂いなどで、よしろうはしばしば悩まされた。そんなことを思い出す方が悪いのだろうが、幼い時分彼女がしてみせた不謹慎な真似事が、ともすると目に浮かんでくる。しかもそれは幼女のおせいではなく、目の前にいる成熟した女の姿を取るので、 バレながら恥ずかしくなり、自分で自分に目を背けたくなるようなこともたびたびであった。あたし、十二の歳から、おじさんの家、手伝いに行ったでしょと、おせえは語った。村にいるよりずっと面白いし、きっと、性に合ってるんでしょいくつか縁談もあったんですけれど、好きでもない人の嫁になって、初体の苦労をするより、こっちの方がよっぽどいいと思って、 みんな断っちゃったんです。まるで茶漬けでも食べるような話ぶりだな、と彼は言った。しかし、そのくらいでよしてくれ。井戸の中の話し声は外へよく響くものだ。それに、もう帰らないと助けが心配するぞ。お風呂へ入りにいらっしゃいな、とお姓は立ちながら言った。この中が若様の体の匂いで蒸せるようよ。お互い様だと言いかけて、 慌てて彼はごまかした。そのうちに行こう。十。藤井十兵衛からはまだ何も聞き出せなかった。うっかり寝取りをして、疑われては取り返しがつかない。とにかく、三月に何かあった、ということは言ったのだから、機械を見て聞きただし、それがもし、父の出来事を指すものなら、連れ出した上、 力づくでも事実を吐かせてやろう、と思っていた。国元へ来て十三日目の夜、飲み潰れた十兵衛と別れて、方針寺へ戻った吉郎は、井戸の底へ降りた途端、後ろからはがいじめにされた。降りてくるのを待っていたのだろう。吉郎がまだ細引きを離さないうちに、脇の下から両腕をぐっと締め上げられた。ほせめ、つけられたな。 義郎はそう直感し、息が詰まるような絶望に襲われた。場所が狭いのであがきがつかない。どうしようかと思っていると、相手ははがいじめの腕を固めたまま、騒ぐな、と、身元で囁いた。声を上げるな、俺だ、と、相手が言った。義郎はじりっと足を広げた。よせ、松尾だ、静かにしろ。松尾 義郎は問い返した。というと、新っか。今は新左衛門だ。分かったからしいな。と、義郎が言った。しかし、これは、どういうわけだ外で持っていて、人に見られては悪いし、いきなり声をかけて、乱暴されては困ると思ったんだ。手を離すが、静かにするだろうな。義郎は、うん、言い、体の力を抜いた。松尾が手を離すと、 ヨ郎はむしろを出して敷きながら、ここにいることがどうして分かったのかと聞いた。松尾は、分かりきったことだと答えた。お前が城下へ来て身を隠すとすれば、ここより他にはない。お前なら、きっとここを思い出すだろうと、見当をつけたんだ。と、松尾が言った。柳町の田口屋でわらじを脱いだのがヨ郎らしいということは、翌日すぐに城中で聞いた。 田口屋では知らぬ間に出て行ったと答えたそうだし町奉行でもそれ以上は追及しなかったが警戒はさらに厳重になった田口屋が深く咎められなかったのは女主人が隠居した老職何菓子の囲い物だったからだそうで自分の方の心配はいらないといった女主人の言葉の意味が初めて吉郎にも分かった手配は城下町から周辺にまで及んでいる 身を隠すとすれば、おそらく、方針寺の辛い戸だろうと思って、サンドばかり来てみたんだ。と、松尾が言った。中へ降りてみたのは今夜が初めてだが、外からではわからなかった。しかし、ここは危ないぞ。どうしてと、吉郎が聞いた。ここで遊んだのは、俺とお前だけじゃない。お前が思い出し、俺が見当をつけたように、他にも気のつくものがある。必ずあると思わなければなるまい。 義しは黙って、ガンド上鎮に火をつけた。その時、横穴の自分の刀の脇に、松尾の大将が置いてあるのを認めた。俺は、一つ聞いておくことがある。と、義しは座り直して行った。一体松尾は、俺の敵なのか味方なのか。それは死亡の出方次第だ。出方、というと、何が目的で帰国し、何をしようとするのか。 その思案によっては敵に回らないとも限らないということだ。正直に言おう。と、吉郎が言った。この三月の出来事は知っているだろう。親父は乱心して人情に及んだという理由で殺された。しかし、それは表向きのことで、事実は暴殺だと俺は思う。続けてくれ。親父は殿に直感するつもりできた。しかし、直感の対象になった人間が、 それと知って、事前に親父を片付けた。俺はこう睨んだのだ。対象になった人間とは誰だわからない。残念だがわからない。俺はご政治向きについては何も知らないし、親父とはろくに話をしたこともない。今度も、親父からは何一つ聞いていないんだ。松尾はしばらく黙っていて、それから聞いた。その相手は、わかったらどうするそれは、 吉郎は口ごもった。俺の知りたいのはそこだ。相手がわかったらどうする吉郎は唾を飲み、そして奮然と言った。少なくとも、親父を手にかけた奴は切る。家条さんを仕留めた奴は命令でやったのだ。その男に責任はないとは思わないか思わない。と、吉郎は首を振った。たとえ命令されたにしたって、暴殺ということを承知でやった以上。 それだけの責任もあるはずだ。それでカジョさんが喜ぶと思うか親父は殺されたんだ。暴殺されたんだぞ。と、吉郎は激しい口ぶりで言った。それも、目的を果たした上ならいいが、目的を目の前にして殺されたんだ。親父が、恨みを残さずに死んだと思うか恨みは残したろう。しかし、それは目的を果たさなかった、という恨みだと思う。と、松尾が言った。 気を沈めて聞け。過剰家は、永代意見役だ。この時という場合には、命を落としても、ご意見をしなければならない。現に、四郎の祖父にあたる方は、午前で腹を切られた。過剰さんもおそらく、その覚悟で来られたことだろう。とすれば、目的は直感が果たされるかどうかであって、摂取は初めから、問題ではなかったと思う。そうではないか吉郎は、歯を食いしばった。 どうだと、松尾が静かに言った。俺の言うことが間違っているか理屈はそうかもしれない。と、吉郎は悔しそうに言った。まるで聖書した文章のような口を聞くからな。松尾は昔から言うこともすることもそんな風だった。これでもまだ、平川たちを切るつもりか平川だって松尾は うっと口を結んだ。吉郎はキラッと目を光らせた。平川と言ったな。平川何と言うんだ松尾は下打ちした。口が滑った。聞かせてくれ、誰だ仕方がない。言ってしまおう。松尾はもう一度下打ちをした。しては二人か三人だったらしい。平川平馬という者が負傷したことは分かっている。家女さんに人たちやられたんだ。しかし、 他のものはわからない。いや、事実だ。本当にわからないんだ。暴殺という点はどうだ推察通りだ。俺は五条口を調べてみたが、どこにも相当の跡はなかった。吉井中太夫が取り次ぎに出ているから、上中ということは確かだが、場所は決して五条口ではない。それが問題にならなかったのか松尾は首を振った。どうしてだと、吉郎が畳みかけた。 それは答えられない。知ってはいるんだな。松尾は黙っていた。十一。吉郎はしばらく松尾の顔を見つめていて、やがて調子を変えて聞いた。平川平馬というのはどういう人間だ五十石ばかりの馬回りだが相手にするほどの男じゃない。と松尾は言った。そんな人間のことより、 もっと肝心な話があるんだ。お、はい、少し落ち着いて聞いてくれ。吉郎は口をつぐんだ。松尾は、与十郎のやり方が誤っていたと言った。問題は、藩の政治に関することなのだから、まずその職にある人たちと合議すべきである。ところが与十郎は、英体意見役という立場に固執して、そういう手順を踏まず、いきなり殿に訴えようとした。 誇張して言えば、これは無警告に相手の喉へ相い口を突きつけたようなもので、相手が暴殺という手を打ったのは身を守るための給与の策であった。もちろん、それだから暴殺を肯定するわけではないし、余十郎を非難するわけでもない。ただ、ここでまた同じ誤りを繰り返さないよう、余十郎の意志を確かに活かす方法を考えなければならない。 それが、義郎のなすべき第一のことだ、と、松尾は言った。松尾が話し終わってから、義郎はかなり長いこと浸透していたが、やがて相手の顔を探るように見た。それで、何か方法があるのか方法はあるが、シ郎のの話第だ。聞こう、どうするんだ大目付、訴えて出ろ。 松尾は静かに言った。住職の非行について、死の調べた調書がある。それを吟味してもらいたい。と、正面から名乗って出るのだ。大目付正面から訴えて出れば、家条さんの死という事実がある以上、もう彼らも闇へ葬ることはできない。必ず、重臣会議となり、殿のご採決を請うことになるだろう。そうなることは、俺が保証してもいい。 ちょっと待ってくれ。と言って、吉郎はしばらく考えていた。父は長所なんぞ残してはいないぞ。俺が用意してある。それは、吉郎は鋭く松尾を睨んだ。松尾の作ったものか。俺が作ったとは言えない。江戸屋敷の者も,も協力しているし、家条さんの根性しようとしたことも同じ問題だと思う。内容を話してくれ。松尾は首を振った。 それは言えない。どうして言えないんだわからないのか。と、松尾はそっけなく言った。それは、課長さんが調べ、殿に根性しようとして、課長さん自身が長所にしたものだ。これならわかるだろう。吉郎は目を伏せた。松尾は、父一人の子にしようというのであろう。ありがとう。と、つぶやくように言い、しかし、すぐに目を上げて、松尾を見た。 その意味は分かったが、話せないという理由はそれだけか。ことを穏便に収めたいからだ。俺が知っては穏便に収まらないのか。素郎には限らない。ぜひ必要なもの以外には誰にも知らせないつもりだ。それでことが片付くのか片付くと思う。ご採決があれば分かってしまうだろう。松尾はそれには答えずに言った。差し当たっての問題は素郎が引き受けるかどうかだ。 ちょっと待ってくれ。吉郎はあぐらをかき、腕組みをして考えた。松尾は黙って待っていた。やがて、吉郎は振り向いて聞いた。大目付は大丈夫なんだろうな。大丈夫だ。と、松尾はうなずいた。ま、大丈夫と言ってもいいだろう。俺自身だからな。松尾新六が大目付だって新左衛門だ。と、松尾は訂正した。 松尾新左門、去年の二月の任命だ。へえ、と、吉郎は言った。へえ、なんだ、俺が大目付では不足か。吉郎は黙って、指を折って何か数えていたが、三日、待ってくれるか、と、聞いた。待ってもいい、と、松尾が言った。だが、三日の間に何かやるつもりか。あ、そうだ。念のために言っておくが、お前が考えている以上に、 手配は厳重だ。下手なことをして捕まりでもしたら、万事おしまいだぞ。覚えておこう。と、吉郎は答えた。三日経ったら来てくれ。松尾は立ち上がりながら、食事はどうしているか、と聞いた。吉郎は少しばかり皮肉な調子で、どんなに厳重に張り回した網にも、必ずくぐれる穴はあるものさ。と答え、岩道上鎮の光を上り口の方へ向けた。 松尾は彼を睨んだが、何も言わずに、井戸の上へと登っていった。翌日の夜、弁当を持ってきたお姉に、平川平馬を呼び出してくれ、と彼は頼んだ。お姉は上の空でよく聞きもせずに、え、いいわ、などとうなずいたが、何を頼まれたか理解していないことは明らかであった。どうしたんだ よ郎ろは言った。様子が変じゃないか。わかったのか少し、休ませてください。どうかしたのかすいません。その明かりを消してくださいな。と言って、おせいはすぐに遮った。いいえ、消さないで。そのままにしておいてください。よ郎ろは、おせえの肩を掴んで。一体、どうしたんだと、呼びかけた。おせいの肩の筋肉は固く緊張し、 そして、全身で震えているのが感じられた。お前、病気じゃないのか、お生彼は、お生を揺すった。病気なのか、それとも、何かあったのか抱いて、と、お生は乾いた声で、あえぐように言った。抱いてください、私、苦しくって。はあもっときつく、もっと。彼は力を込めて抱いた。 お生の体は激しく震えてい、彼はもっと力を入れた。すると急にお生の体から緊張が解け、重たく柔らかく彼の腕の中でぐったりと力を失った。よしろはそろそろと座った。お生を抱いたままで座り、不自然な形で膝の上へ抱えた。お生は大入りそうに喘ぎ、広くかすれた声でギレギレに囁いた。 よしろうはこめかみで血のなるのを感じた。おせのささやきはほとんど言葉をなしていなかったが、意味だけは彼にわかった。彼は目をつむった。すると、おせの手が伸びて彼の首に回され、その両腕で彼は締めつけられた。外は雨になっていた。少しずれている井戸の蓋も濡れ、 周りの草も濡れていた。空を覆っている雲のひとところが月をはらんでぼっと明るく見え、そこだけ静かに雲の動くのが分かった。雨はけぶるような小降りで、京町あたりの町の明かりもかすんではいず、音も立てずに濡れてゆく草むらのどこかで、かすかに虫の鳴いているのが聞こえた。方針寺の鐘がいつつ、 午後八時を打ってからしばらくして、井戸の蓋が動き、吉郎が出てきた。彼は、降り出したぞ、と言いながら、手を伸ばしておせいを引き上げてやった。おせいはおかしそうに含み笑いをしながら、振り仰いで、雨に顔を打たせた。あ、はあ、いい気持ち。冷たくていい気持ち。と、おせいは、ウキウキした調子で言った。 体の芯の方まで、スーッとなるよよ。十二。大きな声を出すな。吉郎が言った。雨をどうする帰るまでに濡れてしまうぞ。その重箱を置いて、風呂敷をかぶっていきましょう。霧雨ですもの。大丈夫よ。平川のことはわかったな。え、と、うなずいて、おせいはそっと吉郎の手に触り、 すぐに話しながら言った。ええ、わかりました。うまくやりますわ。後ろは、お姓の姿が見えなくなるまで、雨の中に立って見送っていた。その夜は出かけないで、彼は横穴の中で寝た。昼間寝る習慣がついているから、いくら立っても眠りつけない。その上、ひどく心が乱れていると見え、しきりに寝返りを打ったり、うっとうめいて、 顔をしかめたり、また口の中で何かののしりながらぎゅっと目をつむったりした。おくる晩、弁当を届けに来たのは助けであった。吉郎は上へ登って行き、おせえはどうしたと聞いた。夕べからの雨がまだやまず、助けはかっぱをき、傘をかむっていた。俺は村へ帰りました。と助けは答えた。 前から縁談が一つありまして、親たちがうるさく言ってきていたんですが、その気になったものかどうか、とにかく一度帰ってみると言いまして、昼過ぎに一人で帰って行きました。後ろはしばらく黙っていたが、やがてどもりどもり行った。おっさに、頼んだことがあるんだ。それは聞きました。と、助けは急いで答えた。 私にはわかりませんが、何でもその人は、急に江戸へ立った。こちらにはいないから、ということでございました。急に江戸へ、と、吉郎はつぶやいた。雨具はなかったんですが、助けは弁当をおろす支度をしながら言った。濡れますから、どうぞ降りてください。今、これをおろしますから。吉郎は井戸の中へ降り、弁当を受け取った。 用がないかどうかを聞いて助けは去り、吉郎は暗がりに座って考え込んだ。平川平馬が江戸へ立ったこと、昨夜の思いがけない出来事、村へ帰ったおせそれらのことが頭の中で変わる変わる現れたり消えたりし、どうにも思考がまとまらなかった。急に、江戸へ立ったというのは何だやがて彼は、 声に出して呟いた。こっちに置いては危ないと思ったからか。とすると、俺が城下に隠れていることがわかったのか。しまったな、しまった。と、また彼は呟いた。あいつに逃げられては何者が父を仕留めたか知る手がかりはもうない。だが、いつ江戸へ立ったんだお生の伝言にはいつとも言っていなかった。 聞くことができなかったのかもしれないが、それならそれと自分で来て言うがいい。頼まれたことを伝言にして、急に村へ帰るというのは無責任だ。後ろはそこまで思って、不意に頭を上げ、闇の一点をじっと睨んだ。縁談があるって。と、彼は口の中で囁いた。前から縁談があり、当人もその気になったらしいと言ったな。では、 昨べのあれはどういうことだ彼は胸が熱くなった。痛みのような暑さで、顔が赤くなるのを感じ、そのまましんと長い間座っていた。よせよせ。と、ようやく彼は首を振った。会ったことはあったことだ。俺が考えたって、おせえの気持ちがわかるわけはない。あんなことは忘れてしまえ。まだ、大役が控えているんだぞ。 後ろは、明かりをつけて、弁当を食べた。そして、食べ終わった時、今夜のうちに、松尾を訪ねようと決心した。平川がいなくなったとあれば、こうしていてもしようがない。松尾の提案したことをすぐにやってやろう。そう、腹を決めたのであった。梅雨になったのだろう。小ぶりではあるが、やむ景色はなかった。彼は、雨まに困ったが、 松尾へ行けばどうにかなると思い、まもなく井戸を抜け出した。松尾の家は元馬場下というところにあった。屋敷街になっていたら引き返すつもりで行くと、家は元のところにあり、松尾は在宅だったが、玄関へ出てきて吉郎を見るなり、無謀なことをする奴だ、と睨みつけた。そんな格好で歩き回って、見とめられでもしたらどうするんだ 小言は後にしてくれ。と、吉郎は手を広げてみせた。この通り濡れているし、半月も風呂に入らないんだ。まず、体を洗わせてもらおう。風呂の支度ができるまで、松尾の今へ行き、着替えをしてしばらく話した。平川のことを話すと、松尾は、江戸へなんか行きはしない、こっちにいるよ。と、あっさり言った。吉郎は黙って彼を見た。 お前が、平川を捕まえるだろうということが分かったからだ。と、松尾は言った。うまく行けばいいが、一つ間違えば、逆に四郎が捕まってしまう。しかも、その危険の方が多いから、俺が手を打ったのだ。吉郎は、自制するだけの間を置いて行った。だが、会わせてもらえるだろうな。その時が来たらだ。俺は、土を仕留めた奴の名さえ聞けばいいんだ。それは難しいだろう。 あいつだって、侍の端くれだからな。と、松尾が言った。しかし、その時が来たら、合わせるよ。風呂に入った吉郎は、髪を洗い、酒焼きと髭を剃った。それから、松尾の母親のところへ挨拶に行き、客まで酒の地層になった。松尾は三年前、父の病死で家を相続し、父の名を継いだ。 結婚したのは去年の2月、最女は小島市で名を鈴と言い、夫婦の間にまだ子供はなかった。最女は体も小柄だし、全体にちまちまとしているが、いかにも明るく健康そうで、虚層動作がはっきりしていた。酒で気持ちがくつろいだものか、松尾は砕けた調子で思い出話を始め、それから、吉郎がその父と、 不仲だったことを挙げて、その後、うまくいくようになったかどうか、と聞いた。うまくはゆかなかった、と、吉郎は答えた。生まれつき、性が合わなかったようだし、英体賢見役という役目のために、友達まで取り上げられたことが心の傷になって、どうしても、父を許す気になれなかった、と、吉郎は言った。そうだろうな、と、松尾は頷いた。 確か、四郎がまだ、九つか塔の時だったか。当時、俺はどうしたことかと、不審に思ったものだ。十三。松尾には訳は話したはずだ。ずっと後のことだ。江戸行って何年も経ってから、手紙でそう言ってきたんだ。と、松尾が言った。うん。掃除時の全道で、何とかいう老雲水にあって、 何か悟ったようなことを聞いたということを書いてきた時だろう吉郎はヒヤッとした彼にはそれを書いた記憶はなかった人間が賢明になってすることの大半はお意味なものだそういった老後水の言葉は地のことが起こって比江島家に監禁された時思い出したことで松尾に書いてやったことなどはまるで覚えがなかった その頃、そうだ、と、吉郎はそれには触れずに言った。その頃が最も、父や家の役目に嫌悪を感じていた時だ。祖父の一生、父の一生、永代意見役などという妙な役目を守って、生涯仕事らしい仕事もせずに終わる。そのために周囲の人たちと親しい付き合いもしない。これではまるっきり買い殺しだ。 俺は、そんなことはまっらだ、と思った。そして、自分は憲法師範になると、息巻いたことが書いてあったな。息巻き,きはしない。本気だった。今でもそのつもりだ。彼はそこで苦笑し、無論、この班にいればのことだが、と言い直した。ともあれ、得たい見役は、親父限りで返上だ。俺にはわからないんだが、 松尾が一口飲んでいった。そんな関係の親子だったのに、今は四郎が父の遺恨を晴らそうとして、無分別な危険まで犯そうとしたのは、どういう気持ちなんだ吉郎は殻のままの逆きを見つめながら、うん、と、おとなしく頷いた。自分でも、おかしいんだがね。親父が死んだからこっち、だんだん親父が好きになりだしたんだ。 はじめは、かわいそうな親父だと思った。そして、乱心などというおめえだけは、きれいにしてやろうと決心したんだが。この城下へ来た時には、しょっちゅう、親父の姿が目に浮かぶ。普段はほとんど口を聞いたこともないし、絶えず会わないように避けてばかりいたから、実際には無縁の人見たようなものだった。それが日の立つにつれて、身近に感じられ、顔形から話しかける声まで、 ありありと思い浮かべられるようになった。おまけに、親父についてあんまり詳しい記憶があるので、自分でもびっくりしているくらいなんだ。松尾はうなずいたが、何も言わなかった。あの、辛い戸の底で、俺は考えた。と、吉郎は自分の杯に酒をつぎながら言った。あんな犬死にに同様な結果になったが、 親父にはそれは問題ではなかった。親父にとって責任を果たすことは命より重かった。命より重い何かが親父の中で働いていたんだ。およそこんな風なことがわかるように思ったよ。松尾が微笑して言った。素人だって結構聖書した文書のようなことを言うじゃないか。酒が終わってから 二人は今後のやり方について、老けるまで打ち合わせをした。明くる日の早朝、吉郎は松尾に連れられて途上し、大目付役所の吟味部屋へ入った。役所は本丸御殿の西側にあり、町奉行、氷奉行、作事奉行などの役所と並んでいる。建物は古く、日当たりが悪い上に、ちょうど梅雨にかかっていたから、 どの部屋も湿っぽく、カビ臭かった。銀味部屋は四畳半ばかりの狭い部屋で、廊下に面して障子があり、三方は壁であった。ほとんど使うことなどはないのだろう。畳は古く、中の藁は群れていて、歩くと足の跡が凹むくらい、ボクボクしており、三方の壁も破れ目ができて、一ところ、剥げ落ちた部分があった。 生児の外の廊下に、監視の侍が一人座っていた。吉郎は構わず横になったが、平野屋へ断らなければと気づき、ついでお生のことを思い出した。目をつむると、お生の厚い肌の湿りや、張りのある柔軟な丸みや、激しい呼吸や、意味をなさない叫びなどが、あまりに生々しく蘇ってくるので、 彼は我知らず、埋めきながら起き直った。行けなかったな。あれだけはいけなかった。と、彼は下打ちをした。どうしてあんなことになったんだろう。春という奴は、実に。吉郎は寮の拳で自分の膝をぐいぐいとえぐった。十時頃に松尾が来た。彼は監視の侍を下がらせて、うまく行きそうだ、と言った。 上代画廊の松島主姫が会うというのである。上代画廊をつかめばもう心配はない、と松尾は明るい表情で言った。それから、もう知らせてもいいだろうが、実は平川の口鍵を取ってある、と松尾は続けた。新たに長書が提出された、とのじきじきのお裁きになると言ったら、観念したと見えて白状した。それはいつのことだ おとといの晩だ。と、松尾は微笑した。それを言えば、四郎がまた会わせろと騒ぐに決まっている。だから黙っていたんだが。いや、と、松尾は手を挙げた。いやあ、だめだ。あいつも侍の端くれだと言ったろう。暴殺の事実は認めたが、他の死手の名は言わなかった。おそらく、どう責めても、口は割らんだろう。しかし、家剰さんの意志を果たすことができれば、誰が仕留めたかということも、 自然とわかるに違いない。もう一度言うが、じょうさんの望みはただ一つだった。シロにとってはそれを果たすのが第一だ。ということ、忘れないでくれ。ヨシはきっと口を結んでいて、それからやや挑戦的に言った。著書の内容はどうしても聞けないのか。一言だけ言おう。と、松尾は声を潜めた。江戸家老の 岸岡大善様だ。岸岡大善は、張間守直行の弟で、現当主のおじにあたる。二十歳の時、岸岡家の養子になり、直行の死後八年の間、老い直春の貢献役を務めた。当年五十一になるが、精力的な人で、藩の潮木を一人で握っていた。岸岡様が、どうしたんだと、吉郎は聞き返した。 その名を、二度と口にするな。と、松尾は言った。では、五条態の部屋へ行こう。打ち合わせた通りにやってくれ。<laughs> 二人は役所を出て、杉戸口から御殿へ上がり、まっすぐに上態画廊の部屋へ行った。そこには、松島主磨の他に二人、石本六郎衛門、安倍又五郎という老職がおり、彼らの前には松尾の提出した長所が置いてあった。 よしろうはそれが、暴風の残したものであること、自分は内容を全く知らないこと、死の遺言によって提出したこと、などを証言した。それで用は終わり、さたあるまで、大目付に預ける。ということで、彼は松尾と共に、また役所へ戻った。これならもうるさく呼び出されるのが、そんなことはあるまい、と、松尾は首を振った。 お前は何も知らないんだからな。もし呼び出されるとしたら、江戸屋敷を脱出してきた事情を聞かれるくらいのものだろう。吉郎はうなずき、思い出して、平野屋への伝言を頼んだ。西町にある宿屋で主人は助けと言うんだが、もう唐井戸にはいないと伝えてもらいたいんだ。松尾は吉郎の顔を見ていった。それが、はみの目だったのが、そんなところだ。 彼は微笑した。監視の侍が二人になり、その夜は松尾も役所に泊まった。朝になると、きれいに雨が上がっていて、時間の経つに従って気温が高くなり、座っていても汗が滲み出るくらい蒸し暑くなった。昼近い時刻に松尾が来て、江戸の方は手配をした、と告げた。 彼らもまさか女にまで無法なことはしないだろうが、念のためお母さんや妹さんが安全であるように手配をした。母は大丈夫さ、と吉郎が言った。彼が別れる時の母の態度を話そうとすると、取り次ぎの者が松尾を呼びに来た。中島様が用事だというのである。松尾は首をかしげ、何の用だろう、と口の中でつぶやいた。中島とは、 吉郎が聞いた。おそば用人の長島盾殿だ。と、松尾は言った。ことによるともう、殿のお耳に入ったのかもしれない。ともかく、行ってみようと、松尾は落ち着かない様子で立ち上がった。松尾が出て行ってから四半時ほど経つと、今度は吉郎を呼びに来た。監視の侍は、大目付の許しがなければダメだ。と、断ったが、取り次ぎの者は、 殿のお召しであり、松尾も午前にいるそうだ、と言った。お召しとあってはやむを得ないので、監視の二人は相談の上、その胸を、吉郎に告げた。私は差し支えない、と彼は答えた。役所の玄関には、迎えの侍が二人待っていた。彼らは吉郎に丁重な会釈をし、案内をしようと言った。役所を出て左へ、 しばらく行くと、かさぎべいがあり、それがしきりで、御殿の広庭になるのだが、かさぎべいを抜けたところに、二人の侍が待っていて、吉郎の後に着いた。案内役が前に一人、後ろに三人、前後から吉郎を挟んだ形である。誰も何も言わず、足の下で、こじゃりの鳴る音だけが聞こえた。のところで、右へ折れると、植え込みの間の細い道が、 松林の方へ入ってゆく。吉郎は上中は初めてなので、それがどの辺りに当たるのか全くわからなかった。しかし、道が松林にかかろうとしたとき、ふと剣の予感のようなものが感じられた。これは、と、吉郎は立ち止まった。これは、どこへ行く道ですか鉄砲元場です。 案内の侍が答えた。殿は、まともにいらっしゃるのです。そして、見向きもせずに歩いていった。吉郎は、立ち止まっていた。すると、後ろにいた三人の中から声をかけるものがあった。どうしたと、その声は言った。足でもえたのか乾いた太い声で、吉郎は背中がゾクッとし、全身に寒気が走るのを感じながら、 本能的に腰へ手をやった無論、刀はなかった刀は役所に預けたままで脇差し,しか刺していなかったおいとまた後ろで言ったどうしたんだ。行かないのか吉郎は急に散歩ばかり飛んで振り返った後ろの三人は左右に開いたやっぱりそうかと吉郎は脇差しの束に手をかけた向こうの二人が抜刀し 真ん中にいる一人が片手を挙げて制した。俺がやる。逃げ道を塞げ。と、その侍は怒なった。下手に照らしをすると、平川の二の前だぞ。吉郎の頭の中でひらめくものがあった。こいつだ。こいつがしてだ。平川の名と、その自信たっぷりな態度とで、父を仕留めたのはこの男だ。ということを直感した。案内の侍は、松林の中からこちらへ出てき、 他の二人は刀は抜いたまま、吉郎の左と右へ位置を移した。吉郎は正面にいる相手に呼びかけた。なお、名,名乗れ。と、彼は言った。箇所を、四十郎を仕留めたのは、貴様だろう。ガスがやごろうと、相手が答えた。箇所を仕留めたな。念には及ばぬ。抜け。と、相手が言った。 吉郎は、静かに抜いた。子達は増えてだ。しかし、幸運だ。と、吉郎は思った。探していた相手が見つかった。目の前にいるのがそいつだ。これが父を仕留めたやつだ。よし、と思って、脇差しを構えた。春日は二十八九歳。五尺八寸余りの背丈で、筋肉質の精悍な体つきをしている。色の浅黒い。 角ばった長い顔に、眉が濃く、黒ずんだ薄い唇の間から、白く、歯が、覗いていた。春スは刀を抜きながら、ゆっくりこちらへ歩み寄ってきた。刀は寸伸びの強盗で、重ねが厚く、長さは二尺八寸余りと見えた。ヨシロは、高精岩に擦り上げた。春スはもっと近寄り、近寄りながら叫んだ。おやしろ 後ろを詰しろ義郎の木がわずかに後ろへ動いた。そこへ春日が切り込んだ。その時、との叫び声が聞こえたが、義郎は左へ大きく跳躍し、春日の書たちを逃れて構え直した。しろ向かるなと叫ぶ声がした。俺がご詰めをする。存分にやれ。松尾だな。と義郎が思った。だが、俺は、子たちは増えてだ。春日は冗談に構えた。 吉郎は同じ高生館で呼吸五つばかり、二人とも動かずにいたが、突然、春日が上段から打ち下ろしてきた。鋭い絶叫と打ち下ろされる刃の光を見たとき、よ郎はつま先立ちに飲み上がりながら、片手でさっと突きを入れた。春日のそれは空打ちで、すぐに胴へ切り返す手であった。吉郎はその線を取り、彼の切っ先は春日の左目をついた。 吉郎は脇へ飛び抜き、春日は片手で目を押さえながら、獣のようなうめき声を上げた。よし、それでよしと、松尾が叫びながら走ってきた。刀を引けしろ、そいつはもう死んだも同然だ。吉郎は振り向いた。松尾の後ろから住人ばかり、身支度をした侍たちがついてき、春日やごろうの周りを取り囲んだ。そば用人に渡されたので気がついた。 松尾は言った。課長さんをここでやったことは、平川の口書きで分かっていたし、城中では他に場所がないから駆けつけてきたんだ。間に合ってよかったが、肝は縮んだよ。刀がこれなんでね。と、吉郎は返しを出して、脇差しを吹きながら言った。俺は小さいのは相手じゃないんだ。それから、松尾の目を見て言った。父を仕留めたのは、あいつだったよ。 十四。半年のち、岸岡大山は江戸画老を悲免。国元で英知卿を命ぜられた。蕎麦用人、中島盾、留守役、長井吉兵衛の二人は切腹。か日が五郎、平川平馬はじめ追放者が七人。その他、役を召し上げられたり、うちを削られた者が十四人。また、代々藩の御用達をしていた。 島屋ゴロベ衛が用達を解かれた上、国元にある支店の家財を没収された。この件の内容は公表されなかったが、岸岡大前が島屋と共謀の上、藩の金や産物を動かして私服を肥やすことに専念し、そのため、領内の諸工事や改革事業の頓挫と、経済の非常な逼迫を招いていた。ということだけは、 およそ分かった。嘉城家はこれまでの役を解かれた上元の植録に百石かぞうされ義郎は木の名を継いで年寄り役に挙げられた追放になった春日弥五郎はすぐ後で切腹したがこれは義郎の追及を恐れたのか石眼になって前途絶望したものであろう平川平馬の末路はついに 知れなかった。以上は、義郎が、過剰期と題して、自ら筆を取った覚書である。過剰とは、過剰の姓を取ったものであろう。末尾に、左のような、短い文章が付け加えてある。お姓は、佐川村の百姓、千家門に課したが、三年しても子に恵まれるため、おじ、助けの三男を、 用紙にもらったという。一度安否を問う手紙をやったが返事はなかった「小説新潮、昭和三十二年九月号掲載。